さぬき高松祭りは、香川県高松市で毎年8月12日から同月14日に行われている祭り。さぬき高松祭りの前身は2つある。一つは1951年に高松港祭りとして始まり、漁船のパレードや花火大会などが行われていた。これに高松中央商店街が加わり、商工港祭りとなった。 もう一つは1947年により、八島山城で行われていた、盆踊り大会である。香川県下は、もちろんのこと、四国各県や岡山県の団体も参加して、盛大に行われていた。この両祭りを一つにまとめて1964年に誕生したのが、さぬき高松祭りである。現在では3日間で、 約58万人の人手を集める香川県火災台の祭典となっている。第40回までは8月11日から4日間の開催であった。雨天時第53回まで花火大会や総踊りは順延していたが第54回からは順延せず中止となる。なお、1973年と1994年は異常滑水のため中止され。 2020年と2021年も新型コロナウイルスの影響により中止が決定した。主観となる西日本放送の夕方ニュースでも生中継される他高松ケーブルテレビでは花火大会と総踊りの模様を完全生中継され、県内の他のケーブルテレビ局でも同時ネットされる。祭り前になると地元大学生などで構成される祭り PR 部隊、ものそ隊が各所で pr 活動を行う。また、地元商店街によるプレイベントも行われている。花火大会、どんどん高松は8月13日に散歩と高松で行われる。高松港の会場に約1万2000発の花火が打ち上げられる。無料で見ることができるが、花火観覧船や特別有料席もある。長らく、高松港朝日、 新町 F 地区西側岸壁沖合会場から打ち上げられたが、2013年からは高松港三方と高松沖合会場に変更となった。2014年から高松港五万トン級岸壁にアスカ2が8月13日に合わせて寄港するようになった。総踊りは13日に中央公園で前夜祭りが行われ、最終日8月14日の夜に本番が、 行われる。国道11号中央通り会場では、伝統民謡、1号舞田を,を現代風にアレンジした、佐ぬ高松祭りのテーマに合わせて一元放送連が演舞し、高松市役所前では、各自自由のオリジナルテーマで踊る自由連が演舞する。総踊りアワードが設けられており、一元放送連、自由連それぞれで優秀な村児は表彰される。ありがとうございます。